中央練習場がね、外回りができなくなっていて、もう中央で本当に戦うことしかできないようにこれ作られてるので、中央練習場が何がいいかって言ったら、正規感の立ち回り練習にもなるし、この中央の戦いが、ね、強くなるっていうのも、これ実はある方法を使ってこの外回りに行けるんですよ。それはちょっと今回これ試しちゃったら相手ともポルトも見つめるんですけど、ちょっとする方法が、どんな方法かって言ったら、さっきの白いガードレールみたいなやつがあったと思うんですけども、あ、これですね。これの上に登ってもう一回ジャンプしようとすると、あれ余裕登ってそこに行けない。あれも結構野良とかでやってる人が使えるんで、これも野良なんですけど、ガチ勢みたいな人がやったらしいですね。で、実際外回りあれしたら、結構有利なんですよ。裏取れるから。相手は裏取られたこともわからないですし、回れないんでね。で、なんであれが、登れるようになってるのかわかんないんですけども、自分はたまに登って戦ったりしますね。で、あそこ登りすぎると結構ね、相手が分かってきちゃうんですよね。やっぱ、あれですね。やばいな。危ないですね。今も自分のことを殺しをするから、さっきは壁逃げばっか、殺しをするんですよ。ガチ勢のルールが壁逃げはしちゃいけないっていうルールらしいんですけど、多分この人はずるい勝ち方だったら、ちょっとしてるでしょう。微妙です。中央練習場は一つのためになる場所があるんですね。結構、使い勝手っていうか、やりがいはあると思います。ヘッドショット練習にも持ってこいの場所ですよ。されてますね。もうちょっと味方さんが頑張ってくれたら勝てるんですけどね。なんかゼロキルがいるから発想がない。あれ、今爆弾使
使って誰か殺したでしょ。やっちゃあかんちゃう。ガチ勢の方怒りますよ。多分ロケランとかね、もう多分使っちゃってるんでやばいっすね。あ、こいつだ。こいつだ、こいつだ。ランク28が爆弾使って、話してくれる。さっきからてめえ、連携できてねえじゃねえかよって、多分話になってくるんですけども、仕方ないんですよ。スタンダードっていう操作方法はあんまり状態が少ないんですね。なのでね、切り替えができる操作方法が一番いいんですよ。そう、例えば、まあ、切り替えとか切り替え一人称とか、切り替え一人称2とかが一番戦いやすいんですけども、自分ちょっと今スタンダードで、まあ、プレイしてるので。なんでスタンダードでプレイしてるかって言ったら、スタンダードのが、なんか自分にとっては合ってるのかなと思って。そうそう、で、もうここは走れないから、死ぬ。いい感じ、いい感じ。で、まあ、連キルをね、つなぎたいなら、まあ、サイロックが一番いいんですけど、サイロックっていうか、いや、これちょっとサイロックがね、もう、やっちゃう。やりづらいんですよ、この操作を。え、負けるよ、そう、もうサイロックが、まあ、なんていうのかな、しやすいっちゃしやすいけど、あんま決まんないんですよ。自分、プレステ3自体も切り替えだったんで、それの、プレステ4来た時の切り替えで、プレステ3スイッチで、このスタンダード1年生2という、楽な操作方法を見つけて、こっちから始めたら、全然、キルができてなくて、でしばらくちょっとそれで練習してキルできるようになって今です。キルが投げてますね。で、多分これ相手の人たちあんまり、まあ言ったらあんまり上手くないんですよ。そこまで上手くないんですよ。スタンダード一人称にしてる人って多いんですけど、これ自由に動きすぎてヘッドショットがやりにくいっていうのが楽しくて、カクカクだからヘッドショットに入りやすいっていう人もいたんですよ、皆さん。そういう人がやっぱり多いみたいで、自分がそのフレンドと話してる時も、いや、俺、カクカクだったから普通のシュートボールが楽だったっていう人が結構いらっしゃって。
さっきからこの人ずっと壁逃げばっかりしてますね。ちょっとイライラしますね。まあ、自分が MVP なんで、まあいいんですけども。